ゆきチュッチュッとかさ、そういうふうな冗談感じでこうやって伝えることしかできなくて、結構いらっしゃる。うん。そう、歌詞合ってる、そう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 。うん、そういうのがあってさ。うん。だから最後にさ、いつだっけ？別れてからかな。別れてからか、別れるちょっと前なのかわからないけど、叶わない恋ならば、恋ならっていう歌があるんだよ。それを送ってきたんだよね。それって、まあ、いろいろな捉え方ができるんだけど、結婚している男性と女性がいます。女性の方が好きな人ができました。不倫してます。その不倫した男のことを好きになったりとかして、でも結婚しちゃってるからそれも叶わないじゃん、恋。まあそういうような歌だったりとかするわけよ。うん。本当は一番好きな人間と一緒になりたいけど、でも叶わない恋。そういうまあ歌なんだけど、それを送ってきたんだよね。うん。多分それはあいつは歌でもね、気持ちを伝えるので、多分それが、そうなのかなと思うけどね。割り切った付き合い、まあ、そうだよね。やっぱ10ヶ月という短い間、10ヶ月という短い間だけど、3年ぐらい付き合った気分だよ。あの子も言ってたけどね。あれなんか、電波不足、遅延が発生してますなるな。あの子は、そうだね。一人の男、一人の女で満足できないなら、付き合ったり結婚なんかしなければいいのに。どうだろうね。それは別に、いいんじゃないですか、どうでも。どうでもというか、それはちょっと違うんだと思うんだよな。結局、付き合うと付き合わないっていう状態って何が違うかっていうと、やっぱり自分が独占できたりとか、束縛できたりとか、そういう権利が発生するじゃん。その方がいいのは、でもね、本人はそれができないんだと思うよ。やっぱり自分が独占したいのもあるし、好きになってしまうんだからね、それは仕方ないと思う。寂しい時の相手が欲しいだけなんだよね。そう、理屈通りにいかなくて、寂しい時の相手が欲しいっていう風になってしまうから、本当に好きな人はいるんだけど、まあ、それがやってるからうまくいかないんだけどね、あの子は。好きな人が本当にいます。さないらっしゃい。好きな人がいるんだけど、でも寂しくなったりとか、喧嘩したりとかした時に、他の男でこうやって紛らわすみたいなさ。仕方ないよ。だから、ふわっち時代はさ、ね。ほんとあの人突然会おうっていう話になることが多くて、放送中にさ、今日会えるって言って LINE 来たら、いいよいいよって言って、じゃあ夕方行くねって。俺すぐ言ってたんだよ、マジで。だから、突然ね、すいませんけどね、ちょっと、そろそろ放送終わろうと思います。放送を切って準備して、こうやって出かけたりとか、何度もあったし、深夜は放送しなかったこと多かったしね。もう寂しい覚えさせたんで、まずいなと思ってさ、やっぱリアルが充実してる方がいいんでね。その上で放送やった方が。7分で準備しろって言われた。でも俺は満足したよ。相手に。尽くしてきたって言ったら変だけど、まあね、相手がどういう性格なのか、考え方なのか、そういうのを少しは理解できたんで、リアル優先にして、楽しかった。俺はでも、振り回されてはいないけどね。ありがとう、塩エビエさん、ありがとう。でも楽しかったよ、本当に。カラオケ行こうって言われたときは、まあ、カラオケ、今時の歌知らないし、昔の歌しか知らないから、そうそう。いやいやじゃないけど、まあ乗り気じゃなかったけど。乗り気、うん。ゲームセンターにも一回だけ行ったんだよ。プリクラ撮ったり、プリクラと太鼓の達人やったんだけど、太鼓の達人をやったあの子は面白かったけどね。うん、面白かった。うん。またしばらくじゃ、もう無理。奥歯のサナさん。相手はもう男いるし、もう妊娠しちゃってるんでね。結果、お互いの後悔の残る行き過ぎた復讐だったのは、真意はわからないけどね。どういうこと？お互いの後悔の残る行き過ぎた復讐だったのか、真意はわからない。どういうこと？うん、太鼓の達人面白い。うーん、子供ね。うん、どうだろうな。どうなんだろう。まあ、わからないよね。俺、相手の男性のことも別に知る気もないし、うん、知らないしね。全然。どういう人なのかも知らないけど。まあ、でも、うまくいってもらいたいね。幸せそうだよ、でも。LINE の一言メッセージがたまに変わったりとかするけど。うん。水色いらっしゃい。女は自由を失うと気の毒。うーん。まあ、もう、あとはもう、すべてあの子次第。ほういらっしゃい。あの子次第。あの子がほんと一人の男だけを見て、信じてあげないと。ちょっとでも男が、例えばさ、仕事をこうやってしてて、仕事帰りが今日いつもより遅いなって思ったりとかすると、そういうので疑ったりとかするでしょ。そういう時にあいつは多分さ、他の男とかにこうやって行ったりとかする可能性があるので、浮気じゃないけどさ。だから、そういうのなければなと思う。うん。自分だけを見てもらいたい。自分に全て尽くしてもらいたい。っていう人だから、うん、心配ではあるけどね。長い間見てきた、10ヶ月見てきたことでは。でもまあ、結婚というものがね、まあ今回3度目か。3度目。なので、まあうまくいってもらいたいね。うん。本当うまくいってもらいたいというのは本当に、うん。